米津ハイズミのフィールファイン TV、 おはようございます。鳴子温泉旅館須賀原、美肌の湯露天風呂から本日の動画開始となっております。こちらね、現在注がれてますけど、ご覧いただくように左のパイプから投入されているのが美肌黒湯源泉、そして奥の方からじわじわ入っているのが須賀原ブルー源泉です。量は42弱で、油シュープ宮田黒湯源泉の香りが支配的ということになってます。はい、ね、ここ菅原ブルーに比べるとぬるぬるぬるはね、そこまでは強くないですけれども、まあちょっとぬるしてです。ああ、いいブルーですね。本日の予定ですけれども、まあここは10時ギリギリまで菅原さんに会いさせていただきまして、その後ですね、今日はオンライン集会が2本入っておりまして、11時からまずね、米津おととしまで大会からずっとスタッフ現地でやってた大間ロック、大間原発反対の集会と、それからロックフェスですね、まあ、こちらオンライン開催で米津がオープニングの方で動画出演するということでね、こちらに参加していきます。あとそれとは別にですね、15時から、今度は米沢がおととしね、反対運動していた仙台プライドジャパンなるインチキ LGBT イベント、とかインチキプライドイベントか、まあ、こちらにね、対抗するイベント、対抗の子は向かうの子ですけど、そういう感じで、まあ、虹色の、ね、仙台虹色キャンバスというね、団体、これは、まあ、おととしの、ね、仙台プライドジャパンに対しては、失敗されると困るという理由で理念に賛成しているわけではないけど協力はすると、まあ、言っていたグループとイコールではないですが、それに近しい人たちが、まあ、独自開催する、ちゃんとねプライドの権利も掲げるという、ね、イベントとして開催されるということで、こちらの方もねオンライン、まあ、これ実際に仙台市内歩くようなんですけど、が一般参加はあくまでオンラインということで、そちらも視聴したいと思っております。そんな感じで本日過ごしてまいりましょう。そうそう、夜はまた八丁戻ってきて、飲んでから先週の新幹線で帰ることになっております。はい、そしてシークレット湯船ですね。まあ別にシークレットもここで直接こう来れるというね、湯船からだと全く姿に気づきにくいんですが、まあ首肌くの 100% の源泉でございますが、まあ先ほどですね、まあ表面激圧触れないレベルでかき混ぜたんですけど、まだ46度ぐらいあるので、私45度までしか疲れませんので、残念ながら残念でございます、こちらの方はね。ただ、ものすごいもう油汁が、とてつもない油汁をね、蒸気とともに吹き出していると、まあ、いうことになっておりますね。これは藻じゃなくて、これ、ビアガトロイのフミンですね、黒い色の成分が、沈殿している、まあ、硫黄とくっついてるんだと思うんですけど、そんな感じです。入れなくて残念ですが、香りは嗅ぎませんだ。はい、鳴子温泉旅館菅原大浴場菅原ブルーですね。今日はちょっと深い感じのブルーですね、はい、虫がいた混浴です。なんだおばちゃん。はい、42度ないですね、42度弱大適温でございますが、お湯の力強さはあるから、もう早くも汗をかき始めてる。スーパースムーズな肌触り、おお、トロ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 です、トロトロでございます。あ、本日もこちらを持って締め湯とさせていただきます。鳴子温泉旅館菅原さん、チェックアウト生産させていただきまして、宿泊者無料のコーヒーをいろりロビーでいただきながら動画の公開作業をしております。
お茶すするみたいになってますね。はい、ヘロヘロになりながら歩いてまいりました。鳴川温泉駅旅館菅原から800メートル上り坂、本当にヘロヘロです。汗だくになりながら扇風機浴びてるけど汗ひかないですね。はい、音楽ロックオンザウェブ始まった直後ですが、向こうに見えてますね。これから乗ります。小太行きです。はい、やってまいりました。小太行きです。はい、2番線ほどお待たせいたしました。上り古川方面小太行きの到着です。2番線をお越しください。でしゃいます。はい、乗ってまいりましょう。そして乗ったらすぐに大マグロ食うだけで、古川駅で降りました、大マグロックですが、米沢の発言は無事に応援やってますので、まあなんかよくわかんないことになっちゃうと思います。でまたあとあれですね、大間電池でやる作るももちろん普通にあるんだけど、スタジオロックもありますね。周回のね、どっちかって発言2本流して演奏が入る。というわけで、おりまして、ここから食べに行きましょう。はい、ヘロヘロになりながら、昼から行ってきまして、待合室で休んでるうちに入水してましたね。優等生、鳴子温泉、こちらへ、思ったより鳴子温泉からご覧いただきたいと思います。はい、昨日と同じ画風ですが、鳴子御殿湯駅で降りました、そしてですね、この後どこに行くってわけじゃなくて、まだ大マグロック続いておりますし、3時からこれ多分時間かぶるね、虹色キャンバスのね、仙台のオンラインパレードがありますので、両方をこちら待合室で見てまいりましょう。あ、注意。あ、注意。当たり前だけど、あ、注意よ。去ってったよ。東鳴子温泉。メインストリートを歩いております。先ほどまでね、宮城虹色パレード、のオンライン放送やってましたね。まあその前から動画で報告してなかったですが、古川駅では片道徒歩 1.8 キロの、四川担々麺屋竹内さんで、四川担々麺に、超激辛醤、前回その食べたのツイートしたところ、公式リツイート、公式アカウントからの引用リツイートで、ジョロキア裏メニューがありますということで、ジョロキアパウダー付きのをいただきました。またむせ返ったんですけど、詳細はイカルドは、ね、大変美味しかったです。そしてイカルド動画のリンクは下に貼っておきます。そしてですね、ずっと大マグロック、オンライン配信見てましたけど、まあゆるいトークで非常に内容良かったんですけど、まあ50分押しということで、思いっきり50分間、宮城のね、虹色パレードと50分かぶってですね、大マグロックの音楽配信もあるので、骨伝導イヤホン最近買った1万3000円で、それと iPhone で聞いて、そしてノート PC をテザリングにして、ノート PC の方で、サイレントウォークですか、
先発者だけがデモを実際に歩いてそれを中継するというね、そういう新しい形のデモ、パレードですけど、それをね、見てました。で、50分に、まあ、終わったんで、ウォーマークロックのが終わったんで、iPhone 側に宮城の方を切り替えまして、まあ、その後のね、イベントも、こちらちゃんと作り込み字幕入り、定時に終わる、素晴らしいです。どっちもいい。はい。宮城に関してはね、来年オフラインで開催されたら必ず行くことにします。まあ、そんな感じですね。ということで、ちょっと時間が待って、若干尺が、余ってしまいましたが、これからですね、家に帰る前に、汗ダク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 のままなんですけども、焼肉八丁で、今回は、鳴子温泉郷の締めということにしたいと思います。見えてきましたね。もう息切れしてんだけど。まあ、パキシカゴスだけど、多分3ギガ使ってないと思いますね。その2つのイベント見てね。まあ、解像度落として見てたんで、当然ちゃ当然ですけど。というわけで、今回鳴子温泉郷の締め、東鳴子温泉焼肉八丁さんで、宴、セルフ宴と参りましょう。はい、というわけで、今晩もセルフで入れましたような、まあ、もうこれ確実に一気いきそうだな。いただきます。いきませんでした。あー、染み当たりますね。五臓六腑ってやつだ。五臓六腑全部言えないけどね。はい、昨日はカネさんに、用意していただきました。今日はセリフでやりましたよ。まあ、厨房がね、取ったかったしてるときはね、まあ、待つべきで、それでもお願いするときはスタッフさんにお願いした方が、まあ、効率がいいと思うんですけど、そこまで混んでないときは自分で持ってきた方がいいかもしれない。勝手に帳場にじゃない、キッチンに入って申し訳ないと思いつつ、借りた水、そして茶水、水割りです。すっきりですね。そして本日肉第1弾はこちら、牛タンでございますよ。鉄板が温まるまでもうちょっと待ちましょう。ではこのテカテカの牛タン焼いていきましょうね。昨日この隙間から玉ねぎを2つも落とすという大失態を繰り広げましたが、動画には収めていません。はい、ということで焼いていきましょうね。煙が出てきたよ。はい、焼けましたよ。タン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 、パクリ。うん、相変わらずうまいね。あ、このタンの味とチヂカンと油、程よいね。はい、金頭、冷凍金頭が、バーンと浮かれましたね、雨の上にね、いうことです。まあ、マスターの、まあ、忘れ形見とか言うと、まあ、怒られそう。昨日語りませんでしたけど、なんとマスター、正直私の知識でも一般世間の常識でも考えられない驚異的な回復スピードらしいです。ということなので、忘れがたみとか言ったら罰が当たる。実はもうすでに大学病院から地元の病院に転院しているらしいです。そして、転院したという情報と、それからそのマスターが番頭さんに、無言で、写真だけ、自分の部屋の窓から撮った写真を添付して番頭さんに送っている。その番頭さんの写真を見て、デイリーポータル Z のここはどこでしょうで鍛え上げた探索能力噛んだで、某病院だということが分かりました。特定できました。まあ、あれは割と簡単で誰でも特定できる類とは思いますが、一応ちゃんとね、こういう判断でこうしたという根拠まで含めて、回答を Google フォームに書けるぐらいの精度で見つけたということでございまして、だからなんだって話だけど、マスター早く元気になってください。それまではこれを忘れがたみだと思って食べておきます。忘れがたみじゃないから。はい、今テレビでポンポコリンやってるんで、踊るポンポコリンが流れててですね、まあそういえばもう昔は坪倉優子さんと近藤さんがというね、ビングマニアのダメな話を始めてしまったところ、なんと一緒に今カウンターで飲んでる M さんが、
オーナーがですね、なんとその踊るポンポコリンで名を馳せたビーインググループを長門太鼓さんは大阪で大成功したんですけど、そのなんとオーナーだというとんでもない戦慄の事実を伺いました。意外なところに、関連の直接関係のある方がいらした。M さん、話題ありがとうございます。そして金頭がやっと焼けましたね。いただきましょう。なんか偽方々みたいに言われる金頭ですか。はい。ふっくら焼けたよ。バスターの忘れがたみ、食べてしまえば忘れちゃう、そう忘れた時がマスターが復活する時です、とか強引なり続け、おいしい。マスターはこう我々を驚かせる、あるいは我々のお腹を満たす、あるいは我々がまた金頭と言って言うのをヒーヒー言いながら、イヒヒヒ言いながら楽しむ、そんなマスターの趣味でつけられた、石破しされた金頭、大変美味しくいただいてます。金頭若干汚いですけど、まあ概ね食べ尽くしました。頭 の中身とかね、目の裏とかのコラーゲン丸々残りまくりで、もうめっちゃ堪能できました。まあマスターのね、念が込められている熟成の進んだ美味しかった金頭でございました。そしてこれを食べきったってことは、これはマスターの忘れがたみではなく、マスターカンバックっていうやつになることを信じたいと思います。そして鉄板に改めて火を入れていく、今肉メニューに復帰の準備が進んでいます。はい、再び火が灯りまして、レバー焼きです。レバーいただけ場所、トゥルントゥルンのレバーです。中まで火をちゃんと通しましょうね。はい、レバーはよく焼いて食べましょうキャンペーン自主的に実施中、いただきましょう。うん、本当にクリーミーにちょうどよく焼けました。焼いたレバーも美味しいよっていうか、最近ライターレバーの方が生より美味しい気がしてきましたね。なんで生と比較するのかよく分かりませんけど、焼いて食べましょうちゃんと。はい、今日は肉を食らいたいということでですけども、鶏ですね、せせりですね、まあ、カルビって名前になってますけど、せせりでございます。首ですね、まあこれも技能生のね、技能研修生の労働搾取によってこの安いお値段で提供できてるんじゃないかっていう説もありますが、米沢がここで食べるのをやめたところで何かが変わるわけではないので、それは労働運動の方できっちりやることにして美味しくいただこうと思います。はい、鶏カルビせせりですね。いい具合に焼けたんじゃないですか、これやばくないですか、テカテカです。あ、うまい。本当研修生の皆様申し訳ない、それはこれ2倍の値段でも食べるのがいいけどね。そこは労働運動で何とかしなきゃね。すいません、なんで謝るんだ、美味しいのに。それが日本です。八丁さんで、お客さん米沢しかいなくなったので、今日はもう店じまいかなっていう、のれも下げられてるって噂ですが、米沢しつこく肉メニューを頼む、しかも安いやつっていう最低な状態でございますか。はい、こちら鶏ハラミでございますね、若鶏ハラミ。はい、これはあの、哺乳類にある横隔膜は鶏にはなくて、逆に獣角膜っていうのがあって、それらしいですよ。はい、若鶏ハラミちゃん、ハラミちゃんじゃない、ハラミ、いただきます。うん、コリコリ、そして脂がちょっと乗ってる、美味しすぎる。
研修生さんすいませんとしか言いようがない。おしずさんでございます。チャミスルあともうちょっとで開くんですけど、ちょっと追加は次回でね、今日はこれ飲み切る感じで、残りあと20分ぐらいのラストスパートいただいてまいりましょう。焼肉八丁での楽しい宴も閉まりまして、鳴子御殿湯駅から岐阜東線小牛田駅に乗りまして、週末パスが使える範囲で本日の最終乗り継ぎ、陸羽東線小牛田駅に乗ってまいります。ちょっとずれたね。共に押せないよ。辛いです。はい、鳴子温泉郷から硫黄を運んでいる気がします。はい、振り返りでおりまして、トイレに行って歯を磨き、そしてこの向こうにある緑の窓口の指定席券売機で新幹線10席特急券4,300円発券済みでございますね。はい、こちらを挿入していよいよ帰りでございますね。はい、問題なく出されました。上野駅入場、古川駅入場、入場ばっかりの印字でね、上野駅でもこれをお持ち帰れば入場印字しかない状態になるわけですね。川駅から山彦70号東京行き、東京までの最終の東北新幹線です、ね、古川から先の新幹線に乗ってお持ち帰りなんですが、なんとパンタじゃなくて向こう院でした。これもまたレアですね。独特フォントですね。はい、上野駅から山の線の外回りです。
らぬ。